ばんは。群馬県玉村町でウクレレ好きの立ち寄り所道草屋をしていますキャナです。今日のリクエストは個人レッスンに通われているアッキーさんからで、ミーシャの愛の形です。それではメッセージです。本当に心に優しいメロディーと歌詞なので、素直にキャナ先生バージョンを聞きたかっただけです。薄っぺらな理由ですみません、ということですね。はい。そしてこのしっとりした曲、私もできるようになればいいな、ということでメッセージいただいてます。はい。あのミーシャのように歌い上げられないので、あの私なりですがやってみました。そして今日のウクレレはですね、8弦ウクレレを使ってみました。ウクレレ工房小池木工所の小池さんっていうビルダーさんがいらっしゃるんですけど、小池さんに作ってもらったウクレレですね。初めての8弦ということでしたね。そう、ちょうどうちバンドのギターが抜けて、ウクレレだけではちょっと寂しいやね、キャナさんギター覚えてよって言われたけど、そんなねすぐ弾けるわけじゃないですし、で、あのちょっとボリューム出すために8弦をお願いしました。これは小池さんの21本目のウクレレですね。そんなにこだわりはなかったんですけど、ここを一応道草屋の M にしてもらったりとか、ポジションマークを玉村のバラつけてもらったりとかしました。握力がないのでね、あのそれで何回も練習してたら、あの後半もうほぼ音が出てませんけどね、その辺は温かく聞いてください。それでは今日はアッキーさんのリクエストで、小池さんのウクレレを使ってミーシャの愛の形お届けします。